どうも皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか。さあ、今日はですね、ちょっとプチガス旅ということで、1986年に作られた、今年で38年経った車、メルセデスベンツ 190E というね、最近我が家にやってきたこのヴィンテージカーでですね、ちょっとプチ旅に出ようじゃないかということで、目的はですね、あの陽明酒って知ってますか皆さん。陽明酒ってあのなんか健康にいいお酒みたいなやつを作っている陽明酒がですね、なんかカフェをやったりとか、なんか今年2024年の秋になんかすごくね、面白そうな施設を今作ってるっていう最中、ところがあってですね、そこまでちょっと、まあ、同じ南信州エリアなんですね。僕らが住んでるの南信州なんで、まあ、ちょっと隣町っていうイメージですけど、そこまでですね、ちょっとこのベンツに乗ってプチドライブに、まあ、行こうかなということで、まあどうせ行くんだったらちょっと動画を撮ろうかなということでね、この軽やかなメルセデスベンツで見てくださいよ、このハンドルとかこのメーター類とか、いやもうすっかり左ハンドルにもね、ガズさんも慣れましてですね、いや本当にね、これ本当なんて言うんだろう、走る絨毯みたいな、すごい乗り心地がいいんですよ。重厚感があってね、ソファーでソファーな感じだよね、うん、しかもその昔ながらのなんかソファーっていうか、そのすごいいいです、内装は。ゆったり気分で、あのスピードをとても出す感じじゃない、ゆったりのんびり走るにはもう最高。こんな風な春のね、晴れた日にはもう最高だなと思って。ちなみにですけれども、この僕が乗ってるこの車はですね、もうエアコンがですね、直そうと思えばすごいな、直るようなんですけど、もう直さなくていいやと、そのまま乗ろうということで、エアコンが効かない車なんですね。で、なんで、もう春とかやっぱ秋、これ真夏と真冬はちょっともうこれは、まあ冬はまだ暖房は効くと思うんだけれども、まあ今の時期はちょっとね、お出かけ、ちょっと時間見つけては行きたいなというふうに思って、まあすごい贅沢タイムですよ。見てください。ほら、桜だか、なんだっけこれ。花桃かな、すごいですよ。もうこの春の時期ならではのね、このちょっと新緑も出つつあるけど、やっぱ花の季節ですよね。お花を見ながら眺めながら、あの真正面にある山とか南アルプスを眺めながらですね、ちょっと、ベンツでプチドライブ、この車が来てこういう動画撮ったことないもん ね、 そうだね。ちょっとお出かけしてコーヒー飲みに行くよみたいな、動画にしたいと思うんですけど、ちょっと道草しながらのんびりと、ガズ旅、ガズケチ旅、この真正面の景色とか見てください。すごいですよ、本当に。今日はいい天気。すごいいい天気。今日はね、もう本当あっちの丘の方に、あっちに天竜川が流れてるんですわ。すごいな。ね、すごいところ。まあ南信州はね、何にもないところがいいところなんですよ、すごく。果樹園がいっぱいある。これね、みんな柿の木なんですよね。この辺は市田柿っていう、今ね、高森町っていうところ走ってると思うんだよね。これみんな映ってる木はね、柿の木なんですよ、多分。でこれ市田柿っていう有名なね、全国的にも有名な干し柿を、このエリアはね作ってるところなんででございましてですね、うん、まあなんで柿の木とか果樹園とかまあいっぱい、まあ、あるわけですよね。でこの辺リンゴとか梨もすごく有名で、そのリンゴだか梨だか桃の花もすごいんですよ今。すごい綺麗だよね。すごい綺麗、うん、まあそんなのも途中道すがらシェアできたらなというふうに思いますんで、はい、じゃあこれからちょっと一緒に春のプチ旅、お出かけしましょう。行ってきます、みんなと一緒に行きましょう。イエーイ、行きます。今日の
目的地に今着こうとしておりますが、ここは駒ヶ根にある陽明酒の工場の敷地なんですよ、はい、でそこで見てもらうと、ほらここになんか、なんか出てきた、そう、ほらなんかこれが2024年の秋オープンって書いてあるんだけど、スワクラの森、すごい、すごいでしょ。ここにちょっと今日はコーヒー飲みに来るぞという感じで、はい、もともとカフェはあったんだよね。もともとカフェはあったみたい、ね、今なんかいろいろやってんですよね。ここにほら陽明酒入っていくわけよ、ここから。そうだ、そうですね。お客様そのまま中心って書いてあるとこっち行って、ほら工事をいっぱいやってるのね。また今度ね、木がすごいんだよね、うん、でこれ作ってんだよね。そう、あそこがカフェなんだけど、うん、今日は駐車場が工事してるから、こっちに行ってくださいと。なんていうのかな、うん、うわ桜がすごい、ここだな。日陰に止めるかな。おい、日陰があるとそこはギリギリか。よし、じゃあ到着、ちょっとこれからじゃあ行ってみよう。行ってみ、今からカフェに行こうと思います。危ない、ちょっと待って、もう一回今、はい、今からカフェに行こうと思います。すごい庭ですよ。ほんと、いっぱいいろいろ作ってるんだよね。ね、工事中すごい、山が。ほんと、で、後でここに工場見学に来ようと思ってるんだよね。そうね、ちょっと後でここ覗く予定だけど、最初にコーヒー飲みに行きます。はい、すごい綺麗な庭だ。山がすごい。あそこ見てよ、ほら、ね、この迫力がね、伝わらないと思うんだけど、すごいんですよ。マッターホルンみたいな。うんと、いやーすごい、こんな感じ。空気が美味しいな。本当に気持ちいい。うん、あっちの桜もすごいね。そう、すごいの。工事がね、これが夏には終わるっぽいから、そうだね。うん、ほんとこれが出来上がるんだもんね。あっち側にもなんか作って、あ、テラス席が空いてるみたいだ。やった。まだね、草が、うん、白樺とかあるんだよ。そう、白樺があるんだよね。あ、ここがカフェで、ね、空気が美味しい。蔵、はい、のカフェ。蔵はお土産屋さん。あ、そっか、あ、そっか、そういうことか。じゃあ買ってくるんでかけてください。はい、あ、外で、僕のお気に入りのところです。そうそう、2回目なんで下見に来たから。お願いします。ここでちょっとお茶をしようと思います。これが店内です。カフェの店内、今のところ今日は誰もいない感じですね。こっちにベーカリーがあって、今コーヒーを買ってきました。こっちにお土産屋さんに行けるんだよね。ここから外に出ると小杉さんが待ってます。頼んできたよ。いいとこだね。よいしょ。どうですか。いいです。今日の調子は気持ちいい。気持ちいいね、うん、この景色とこの白樺見てよ。こういうなんかすごいよね、はい、今日はここでティータイムでございます。いい風、いいね。今日はもう超気持ちがいいね、うん、
よし、コーヒー持ってきてくれるって。ありがとうございます。はい、コーヒーが到着しました。なんか今日来るの2回目なんだけど、コーヒーが美味しいんだよね、結構。そう、美味しいの。そうなんです。いやー、なんとも言えないいいところで、すごいいい天気です。本当に。少し曇ってたんだ。そう、この間はちょっと曇ってたんだけど、晴れ間もあってね。うん、そう、すごいよね。居心地最高。しかも今日誰もいない。貸し切りかーいっつって。すごい。はい。いやここおすすめなんですよ。そうね。うん。のんびりね、自然の空気を吸いに行く。まあ、僕ら住んでるとこももう大自然だけどさ。ね、いや、なおさらこっちの方が大自然だね。標高高いからね、こっちの方が。あっちに南アルプスも見えてるね、遠くにね。じゃあコーヒー飲みましょう、はい、ちょっとこの蔵がお土産屋さんってことなんで行ってみよう。おう、すごいよ、かっこいい。ほんと、すごい。ここがほら、さっき僕らがいたカフェの半分、うん、すごい。これってあれですか、どっかから移築したんですか。へえ。ああ、はいはい。へえ、すごい梁ですね。あの、実際に使ってた、うん、あの、あっちも作ってる、あちらの今、うん、あれは何だ。レストラン。あ、そうなんだ。それが秋の、秋の、うん、いいですね、こんなところで進化されてありがとうございます。すごいよ、針が。ほら、いろいろありますよ。お土産屋さん、すごい広いの。ね。うん、すごい針がもうやっぱり。そう、だからこれ、すごいの。蔵をそのまま移築したんだって。そっか。だから、すごいよね、それ移築する技術って。本当だよね。で、いっぱいあるんですけど、実は僕らここに来るの2回目で、ちょっと今日リピートで買いたいものがあって、これなんですよ、甘露汁。これがめちゃくちゃうまくってさ、お刺身これで食べたら最高なの。美味しいんだよね。ちょっと甘いんだっけ。そう、ちょっと高級品なんですけど、再仕込み醤油、これを買っていこう。はい。あとそれとおせんべいが欲しいんだ。うん、あれもうないのかな。こっちだ。あったこれがね、美味しかったの。これだっけ。あ、お醤油味。前回は塩味だった。これ今回味を変えた。エビ味だ。塩味。じゃあお醤油にする。お醤油にするか。あ、塩味がないね。あ、お醤油にしよう。これはエビ味だ。これにしよう。これを買ってみましょう。これが美味しかった。これを今日買うことにします。はい、すごい。ほら、両面しがある。すごいな。すごい、こんなね、雑貨とか言ってこんな小物もいろいろある。すごい。なんかここで工場見学をできるらしいんで、ちょっと覗いてみましょう。工場まで行くかは分かんないけど、はい、うん、陽明酒さっき撮影許可取ったすごいですね。すごい。ジオラマがあります。今ここだって、現在地。今ここ、さっきコーヒー飲んだの。ここ、おお、こういう距離感なんだ、ね、こんなに俺は陽明酒を作るのでかいと。それでなんかこう見て土器が出たらしいです縄文土器だって。すごいね。
顔半面ありますけど、まあここはいいか、うん、この建物がすごいね。建物すごいね。見てくださいこれ、ヴィンテージ陽明酒コマーシャルソングシューレコードがありますよ。昔のパッケージでもお土産見てよこれレトロすごいね。モデルとか聞きそう。江戸時代からあるんだって。僕のお父様は飲んでますけど。そうだね。僕は飲んでます。今日は僕が、ね、禁酒してるから。そうか。これもうちお酒だから。このデザインもいいよ。もう壁のねデザインがすごい。いやーすごい。すごい白い、これも顔はめんのかな。すごい。本当にお酒が。そうだね。本当だね。本当だ。東洋人参酒。皆さんやっぱこれをやっぱ。僕らはお酒を立ってるから飲まないけど。そうだね。健康にいい。そう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 。で今日実はここで買いたいものが1個ある。ほう。狙ってるものがあるんです。そうなんだ。黒酢だって。へえ。へえ。なるほど。お酢もあるんだ。なんかいろいろあるお酒。これだってジンだよ。すごい。なんかでも。器が可愛いもんね。器っていうか瓶がね、うん、いやちょっと昔だったら喜んでお酒買ってった。今はもうすっかり確かにお酒飲まないです。これを今日は買おうと思って。あ、そっかそっか、本当にこれすごく気になってる。これへえ。これは信州産もち米 100% のみりん、これを今日は買っていく予定でございます、はい、いいです。あ、じゃあここに年表があるんだ、ほら。すごい。慶長7年。慶長7年です。慶長って分かんないな。江戸時代なんじゃないの、やっぱり。へぇ。でも瓶が。すごいね、うん。これとかすごいよ、ちょっと。見てこれ。マムシ酒とか書いてある。本当だ。すごい。すごいよ。よく残ってたね、こんなのが。コンビニ可愛いな。確かにね。うん、こういう歴史を経て、いろんな瓶があるらしいですよ。あ、見てよ、こんなちっちゃいの。あら、本当だ。携帯用かな。この辺はなんかもうなんか見た感じがするけど、ね。そうだね。これが今の今一番新しいやつ、うん。そうだね。この辺からもよく見る形だな。あ、ほら。去年100周年だったんだって、会社になって。すごい。というわけで買っていこうと思います。おい、みりん買ってこう。景色がすごい。本当だ、見える景色が。あ、ここもほら陽明酒の壁が。うちの子が泊まってます。あら、本当だ、かわいい。あ、景色がすごいな。コップ2階からはすごい綺麗に見える。はい、そういうわけでプチ、旅、ベンツでのプチ旅、今帰り道にキロに着き始めました。はい、のんびりと、下道でずいずいとお花と山の景色を見ながら帰ろうかなと思います。すごい景色ですよ、はい、本当だ、はい、いやー本当に贅沢な、あの優雅な、なんつんだろう、コーヒー一杯飲み来ただけなんですけどね、うん、いやー、いい旅でした。いい旅だった、はい。
こういうのは気持ちがいいですね、うん、はい、ということでまたね、ガズ旅、並びにガズレレ YouTube チャンネル並びに他にもいろいろやってますけれども、はい、よろしくお願いしますというか、やっぱりね音楽が大好きじゃないですか、うん、音楽やるのって音楽やってるだけではやっぱりね豊かさっていうかね、やっぱりこういろいろ旅に出たり、うん、なんか美味しいもの食べたりコーヒー飲んだりして、そういうのがこう体験をしてやっぱりこのいい音楽に結びつくつ、そういう要素がありますから、うん、はい、まあまあこの旅で皆さんも一緒になんかこうリラックスしてほっこりしてくださればなというふうに思うわけでございます、はい、この38年前の車で、本当ね、もう優しく運転してるんですよ、もう、うん、本当にね、ゆったりと優雅に、行っておりますけれども、はい、そんな感じでございます、はいはい、のんびり行こう、音楽奏でて、うん、ゆっくり行こう、それでは皆さんバイバーイ、バイバーイ、いい旅だったな、桜もすごいぞ、すごい景色。